欲しいものリストは作ったのよ。あのね、作ったんだけど何入れていいか分かんないから何も入れずにリストだけがある。あ、イヤホンとかね。イヤホンはね、最近探しに行ったんだけどね、イヤホンマイクしかないのよ今。どこ行っても欲しいものなしリスト。いや、本当にそんな感じなの。何入れていいか分かんない。14世代 PC。 いや、あのね、やばいでしょ。85万でしょ。えぐすぎる。イヤモニで探すとちゃんとしたイヤホン出てくる。イヤモニなんだ。へえ。そういえばダイソーイヤホンマイクだらけだった。いや、そうそう、ダイソーとかさ、なんかあの本当に電気屋さんとか行ってもさ、なかなか純正のイヤホンのみってやつがないんだよね。最近はさ、ヘッドホンとかさ、あのイヤホンマイクとかしかなくて、モニターでもよけ。へえ。水おぬぬめ、マジか。水ね。水、俺軟水が好きだな。香水あんま好きじゃないんだ。エナドリ、メグリズム、アイマスク、メンソレタムとかでさ、あ、マジか。スースーしそう、メンソレタム。メンソレタムってスースーするやつだっけ。安いやつは本当にマイクのやつ多いです。そう。シュアーのイヤホンいいですよ。マジか。あ、そう。イヤモニとかはサウンドハウスで見た。あ、そっか、サウンドハウスで見ればいいのか。イヤホンマイクのマイクだけ接続切れば、なんかさ、なんかわかんないけど、あの、接続切るとかできんの？あの、イヤホン単体で。なんか、接続しちゃうんだよね。ホットアイマスクね。高いやつだとイヤホンのみ結構あるけど、あ、そうなんだ。でもね、なんかね、なかなかこう、イヤホンコーナーとか行ってもさ、ヘッドホン、イヤホンマイク、なんか、こうケースに入ってるやつでさ、ぶら下がってるのとか見てパッて裏とか見るけど、絶対イヤホンマイクのマイクの部分ついてるんだよね。あの音量調節みたいなやつが。スピードのアルバム。いや、もう再生する機会がないもん今。 CD とか暖房器具。暖房器具は一応あるっちゃあるんだけど、出すのがめんどくさい。なんだかんだで SE215 買えば問題ないです。なんか高そう。中華製で良ければリケーブル式でマイクなしとか選べるタイプならあります。本当に趣味にお金かけないからな俺。メンソレタマいいって聞いたことあります。高いイヤホンはマイクついてないですか。いや、そうなのよ。安いやつほどついてる。だから今俺これ多分使ってんのが100均のだっけ。100均のか1500円ぐらいのやつで、イヤホンのみのやつなんだけど、いいイヤホン通販とかそんなあるんだ。いいイヤホン通販。とりあえず寒い部屋をなんとかしてもらって、今布団かぶって我慢してます。自分でカスタムするイヤホン使ってますがいいです。あ、なんかオーダーメイドイヤホンみたいな透明なやつじゃない。なんかあれで見たことあるかもしれない。いいイヤホンおすすめです。メンソレタムに、目にやるか。絶対痛いやつや。コスパいい評判のイヤホンなら、ファイナル E500。 へえ。ちょっと調べてみよう。ファイナル E500、 ファイナル500。おお、出てきた。カナル型イヤホン、 VR バイノーラル ASMM MR360 オーディオ推奨。いいじゃん、これ買おうかな。安いし、いいじゃない。買おうかしら。あ、いいイヤホンってこれのことかな。暖房器具とかだ。デイリーはこれから。あ、イヤホンはメーカーとか楽器屋さんの方が。ああ、そうなんだ。やっぱ自分はヘッドセットで音聞いてイヤホンマイクテープでつけてマイクだけ使ってる。へえ。マイクもね、マイクの動画もめっちゃ見るんだよね。あんま高いのは買えないけど、もし欲しいもの公開するときは匿名公開をせずに。ありがとう。なるほどね。みんなよく知って、あ、来た。今ね、観測者さんたちと、はい、いろいろガジェット話とかしてた。あ、ガジェット話。はいはい。ガジェットの話とか、なんかおすすめのものとか。おすすめガジェットか。おぬぬめのやつ聞いてたよ。おぬぬめガジェットか。おぬぬめガジェット、どこら辺のこと言うんだ、ガジェット。あ、いやいやいや、まあガジェットというか、そのいろいろ着る電気毛布とか今見えたけど、絶対そういう意味だと今足元パネルヒーターあるね。なんそれ。パネルヒーター、デスク用の、うん、これ今3面なんだけど、うん、なんて言えばいいんだろうな、電気で温めるタイプの。そんなあるんだ。ある。ない、洗うのとか菌の繁殖はちょっと気になるけど、うん、これにプラス足元があれば4面。おお、なるほどね。でその洗う手間とか片付ける手間考えて、自分は3面見ましたけど、これね、多分4面の方がおすすめ。
なるほど。やっぱね、床から冷えるね。あ、俺さ、デスクはだからな、あるないでは結構違うかもしれない。俺アグラなんだよね。そうだね。結局俺もね、そういえば俺机の上でアグラかくじゃんって。ほう。あの椅子の上で、はいはい、だからパネルヒーターね、ほんのりあったかいけど。ああ、なるほど。下からね、地熱が。そう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 。でも結構あるないでは割と変わるかも。マジか。うん。俺は本当に地べたにあぐらかいて座ってるから。ああ、もうそうなったらもうこたつ出したいね。あの、こたつでやりたいね。あ、確かにこたついいな。あ、もうそしたら一生貼り付けるよ。出られんね、多分。出られないね。で今上に普通のテーブルの上にモニターを置いて、うん、その横に PC 置いて、であぐらかいて座って、で布団かぶってる。結局それが一番いいような気がすんだよな。いやでもね、これ絶対腰とか首に悪いんだよね。あ、いや、わかる、悪い、いや悪い。あとね、足がね、血が絶対止まる。足の血は絶対止まる。止まる。そうなんだよ、ね、あぐらって一番楽なんだけど。楽なんだけどね。そう、床に座ってるからね。負担がね。こたつか。なんかゲーミングザイスみたいなのがあったっけ。なんか見たことある。ゲーミングザイスとかそんなのあったよね。ゲーミングザイスか。そう、あ、そう、それでね、その、うん、ゲーミングザイスで座ってもさ、こう後ろにのけぞることができるじゃん、ブーって。ガーって、うん、うん、でも、あ、何を言ってるか分かんないけど、イヤホンが短くてさ 1.2 ぐらいしかないから。あー、短いね、それ。そうだからね、長くていいやつ探して。イヤホンか、延長コードみたいなのなかったっけ。延長コードってなんか音悪くなんないのかな、大丈夫なのかな、あれ。まあ音の伝達はちょっとやっぱ悪くはなるから、さすがに長くするとか、うん、あと重量、いやでも長時間つけるから微妙だけど、ヘッドホンとか良かったりするんだよね。ヘッドホン、モニタリング用の長時間つけても、うん、あの楽なやつ、なるほど、とかやってね。これ何だったっけな。アクアヘッドホン。俺が今使ってるのはソニーだね。ああ、そうなんだ。ソニーの1万5000ぐらいのハイブランドじゃん。うん、延長ケーブル高いやつは音悪くならない。あ、そうなんだ。へえ。いやー、ほんとね、イヤホンは沼だよ。まあでも確かに俺今100均のイヤホン使ってるから、なんか、あ、100均か。100金から多分ね、3000円も出せば相当音変わるよ。そんなに違うもんなの。いや、変わる変わる。そうなの。なんか本当に今からちょっともう完全にあれこれ名前出して言っちゃうんだけど、秋葉原にあるイヤホンズっていう店があるね。あ、それめっちゃ出てた。うん、マツコの知らない部屋で紹介されてからすごい人気になった店なんだけど、うん、それですごい店構えもすごいバッて変わるぐらい、うん、裏通りから表通りになるぐらい人気になっちゃったんだけど、うん、本当にイヤホン専門店で、うん、とにかくピンキリでめちゃめちゃいいイヤホンから、やっぱそこそこいいイヤホンで、うん、イヤホン専門店だから、うん、店員さんたちのおすすめのコーナーがあって安くいいのがね、うん、見れるのよ、うん、そこでね買うだけで相当変わる。そんな変わる？変わる変わる。ね、俺も最初、いや変わらないやろ、そんなお金ちょっと出してたけど変わらんでしょって思ったの、うん、びっくりする、思いつつ違うのよ。マジで？俺一番最初その店で3000円ぐらい出して、うん、イヤホンちょっと試しにちょっと聞いてみるから、はいはいはい、それまでだからコンビニとかそれこそ100均とかで買える適当なイヤホンしか買ってなかったのね、うんうん、つけた瞬間に音楽聴いてマジで何なんか重低音までしっかり聞こえるとか、なんかいろいろ分かんのよ。なんか素人ながら耳がね感覚的に違うなってなんか分かる。あ、そうなんだ。そうだからなんかもうイヤホン元が良ければ、うん、延長コードでも負けないぐらいよな。マジ、いらっしゃいませ。もうジャルさん、マジでイヤホンいいの買おう。マジでイヤホンそんな変わる？変わる。3000円出すだけマジ変わる。え、マジワッキーも言ってんの？はい、変わります。あ、ちなみに我が輩はヘッドホン派です。あ、それも聞きたいの。ヘッドホンとイヤホンでどっちがいいの？うわ、好みだな、これ完全に好みだな、これは本当に。でも長時間のこと考えるとイヤホンの方が頭の負担は少ないかも、うん、あ、うん、らしい。重みは圧倒的にイヤホン、うん、
俺今100均の2本使ってんの。終わってるって終わってんのそれ。ちょっと待って、じゃあこの我が輩たちのさ、この町の住人の声、せっかくいい声してんのに、いい声だよ、ザビザビだと思うよ、ザビザビだよそれ、耳がいいからいや関係ないね。それは関係ない。いやそうだね。その耳のいいところで手前のところで悪くさっちゃってる。そうそう。もうだって出力が終わってんだもんって。うん。いやだってさすがにインターフェースは通してるでしょ。インターフェースは通してるけど。あ、よかったよかった。さすがにな。いやいや、よくしてもいいと思うな。イヤホンの話したらさ、もうさ、観測者からもさ、もう100機終わっとるみたいな感じで言われんのよ。ガチで。ようできてるね、この街。そうです。マイクはお金かけてるじゃん、その感じ。え？マイクお金かけてるじゃん、その感じ。なんか何を言ってるか分かんないけど。いや、マイクもね、俺、本当にね、こう配信趣味だから、趣味に全然お金かけないの。いや、だから我が輩も趣味だけど、金一応かけるようにしてるよ。あ、そうなんだ。だって、最高の関係でやりたいでしょ、趣味だとしても。ああ、なんか人によってセンサーばっかり。違うね。多分ね、その箱が違うのよ、もともとの。あの ゲーム出身でしょ、チミラ。はい、まあ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 、まあ、そうやな。だ私はほら、あのモノマネとかさ、声マネとかだからさ、はあ、界隈とかのせいにするんだ。ジェフ関係ないぞ。あそこら辺の界隈の、あの成り行きみたいなところなんとなく分かるけど、同じ箱のやつでもだって金かけてるやついるだろ、だって。お前全然カウンター狂わしますよ。いやでもこのさ年でさ、なんかそこにお金かけるのちょっとなんかさ、逆に、分かった、買う、高いイヤホン買う。ジェフってケチンボな。ちょっとずつステップアップすればいいと思うからさ、これも。いきなり万超えとかはさすがに怖いと思うから。だってさ、全然変わらんやんってなったら怖いじゃん。変わります、それが。ほんまに。あ、ジャックの部分はさ、何がいいの？普通のさ、3.5 のあれでいいの？ 3.5 だっけ？そこ規約はね、あれにすべき。オーディオインターフェースによっては、あれだけど、変換プラグもあるから。刺さるやついいのか。そう。とりあえず、後継の写真だけ撮って、すいません、これ後継どれくらいですかって、素人質問しちゃえばいいし。なるほどね。なんか意外だったな。なんか金かけて育ったけどな。びっくりした。全然金かけてない。マジで、マジ、スマホ1台で配信してた世代だから。ああね。世代関係ねえか。関係ないね。うん。やばいよ、それ。iPhone の純正イヤホンマイクが最強だと思ってた人だから。あ、でもそれはそうよ。あ、そうなんだ。実際、iPhone 系は、音回りめちゃめちゃいいからね。ああ、そうなんだ。そうなんだけど、まあ、違うわ。ちなみに、我が輩は今日、オニルのオーディオインターフェース。鬼のヘッドホン。マジで？いいね。終わりました。だからこういうことができます。ポー出た。はい。オーディオインターフェース、ね、できなかったんですよ。あ、俺もね、できるやつに変えて、調子なんかあんまり音の合わせができないから前のに戻した。うん、ああ、なるほどね。何に変えたの？オーディオインターフェース。ヤマハやね。AG03。あ、AG03 の入荷。新しい方。ん？あ、マーク2か。マーク2が出てる。マーク2でしょ。これいいの。あ、そうなんや。変わらんの？徐々にね。100均も変わらん。3000円も。変わります。1万円も。騙されたと思って変えてみてください。はまるぞ、多分。買いますけど、買いますけど、絶対変わらんと思う。なんだ？だって俺耳いいもん。だから、うるさいか。うるせえな。お前。うるせえな。耳いいの分かったけど、本当に多分びっくりするが変わると思う、そんなに違うの、なんなら多分みんなの声の印象変わるまである、マジで。いやいや、俺本当よ、俺声も感性もいいからさ、あ、声じゃねえや、耳も感性もいいからさ、声はちょっと言い過ぎたわ。まあまあいいけどな、お前はいいけど、耳もさ、感性もいいから、あなたたちの声の輪郭とかはちゃんと捉えてるつもりだけどね。いや、捉えきれてないね。お前さ、ビビるぞ。てか、お前、何言ってるか分かんないけど、失礼だからな。100円のあれで、なんか分からんけど、何とかは言わないけど、お前、失礼だぞ。まだまだ、買います、買わせていただきます。はい、買います。もうこれ以上は今で、現地取りました。はいはいはい。よし、これ楽しみだな。はい、いくらの買いますか。絶対変わらんと思うけどな。変わります。皆さんいいからで組む。いいよ、ここで。じゃあ、おすすめ何？
でもほらイヤホンヘッドホンで変わってくるからな。僕はヘッドホンしかおすすめできない。そうだけどさ。